お嬢様、見て、プロフ様です。素敵、聞きしに勝る美男子ですわ。人は見かけによらないものね。義父を殺し、当宅を父を呼ぼう。なんで？ん？リョフ、参りました。うん、全くつまらないお酒だ。何か面白い余興がないのか。いら、うん、いら、下がれ。当宅様、反乱軍が投降してまいりました。ふん、こいつらの手足を切り、目玉をえぐり出してしまい、これで二度とわしに逆らえまい。当宅様、我らを降伏したのです。どうぞ下ろしてください。もう遅い。当宅様、助けてください。あチョン将軍、こういった困惑なしに浮かれないと思うか。うん、杯一つしっかり持てなくて何が企んでいるのだろう。こいつの首を切れ。トドウ様をよろしくください。おい様。ん？医者の話では曹操様を挙兵し暴れ始めた攻撃軍を鎮圧したとのこと。これを曹操のところへ届けよう。お嬢様、こちらへ。不思議ですね。秋なのに梨の花が咲きました。見たこともない光景です。変な感じがする。この梨の毛は殺しに一回も花を咲かせたの。しかもあんなに綺麗に。めでたいことがあるのですよ。何言ってるの？めでたいことがあるに違いないです。お嬢様も常にご自分を梨の花に例えるでしょう。その花を年に2回も咲かせたのは2倍おめでたいことがあることになります。秋風に吹かれた梨の花、いくら美しいともすぐに散りゆく。心が何か持ってくればよかった。これに包んで帰っても同じではないか。お嬢様、ここに。おい様。ん？そんなに早い？お察しています。当宅は格好した手形がないと誰も城外に行って手前かめない。誰だ？父様、私です。おう、朝鮮、どうしてため息を。お父様が苦しんでいらっしゃるのに私は祈るのみで何も手伝いできません。ですから、はあ、当宅が全ての城門を封鎖したおかげで一通の書状さえ出せなくなってしまった。お前にも心配をかけていたとはすまない。リシュク様が助けてくださろうと思います。いや、リシュクは当宅の一味だ。では、うちの家を捜索したとき、なぜ秘書のことを黙っていたのでしょう。それに、リシュク様の義兄弟、長恩様が当宅に殺されたそうです。ああ、うん。ああ。ああ。恩義様。おいでとは知らず大変失礼いたしました。当宅様主催のお酒の日からご病気になられたらしいですね。お見舞いにお伺いに来ましたが、いかにもひどい病気のようですね。あ、ご心配でいただきありがとうございます。何、ただの風邪です。
ただの風邪ではなく、趙雲様ゆえ病気になったであろう。殺された本当の理由は、陰で董卓様の敵をかばったからと聞いたが。そうです。助けてあげられなくて、趙殿の日本のに申し上げられない。私はあなたにお礼を言うべきなのです。我が家で密書を見つけたとき、あなたは報告なさらなかった。そのようなことをすれば、私は廃止が見つけられなかったのです。礼を言われるほどのことでは。いえ、とても助かりました。リシク様、突然だが、もう一度力を貸してもらえませんか。この書状を外に出したいのです。これは反逆だと思うなら、董卓に渡しなさい。決して恨んだりいたしません。ああ。殿。これを。まったくどうしたらよいものか。以前王院様を内容させるべしことをした時は何の返事もなかったというもの。董卓は長安に戦闘し準備万端でしょう。殿が国奮闘しても勝算はあるまい。しかしいずれ王位様が役に立つ時もあるでしょう。曹操からの判事は？どうぞご覧なさい。兵をよこすとも、よこさえとも言わない曖昧に書いてある。一体どういうつもりなのでしょう。曹操。曹操にとって、今兵を出しても勝ち目はない。さて、どうしたらいいんだ。僕は両方董卓に紹介した方なのに、大した引き立てでもないなんて理解できませんわ。王院様、一つの考えを思いつきました。とうとうとか両夫は失ったとしたらどうなるでしょう。牙を抜かれた虎や狼といったところですかな。その通りです。虎も狼も肉を食らうようにとうたくと両夫にも共通点があります。それは何です？女好きです。野獣が肉を取り合うように二人は女を取り合って争います。いい考えです。ですが、彼らを奪い合うほどの女性をどこで探せばいいのです？探す必要はありません。このお屋敷にいます。何？そうです。屋敷にいるって、娘の朝鮮のことか。そうです。朝鮮こそ最高の美貌と賢さを兼ね備えあった女性。朝鮮を使って、董卓と呂布を引き離そうというのか。しかし、それが董卓を倒す唯一の方法です。もし、彼女が本当の娘であれば同意しますが、彼女は幼女で、しかも王家に恩があります。落ち着いてお考えてください。趙雲様一人が犠牲になることで、皇室を救うことができます。それは、すなわち民を苦みから救うことになるのです。お父様、どうした？なぜ泣いておられるのですか？なんでもないよ。美しい秋の景色ももうすぐ終わると思うと辛いね。お父様はこんなに激しみにことを聞かれる。何もないよ。さっきのことで嫌なんでいますか？お父様からたくさんお世話いただき、いつか恩返しをしたいと考えています。お父様のためなら命を捧げてもお口は回りません。朝鮮や、秋なのに梨の花が咲いたと不思議な景色があるそうだね。慌ただしい毎日で見に行く暇はなかった。ちょっと案内してくれ。殺
この梨の木は一年に二度も花を咲かせたとは、きっと時間は大切にしようとしているからなのだと。朝鮮を実の娘だと思ってくださるなら、本当の言葉を話してください。実の娘だと思えばこそ、危険な立場に置かせるわけにはいかない。どんなに険しい道も歩んでいきます。どうかお話しください。リシコはお前の力で東卓と呂布を仲違いさせ、東卓を打ち破ると言った。不思議なよ、風に散る花、私の運命はこの花と同じです。ああ、泣くな朝鮮、まだこの考えに賛成したわけではない。私一人で犠牲になることで多くの民が救われるなら、どこでも参ります。呂布様、早速お招きに応じてくださり誠にありがとうございます。あ、いやいや、本院さんは昨日宝石をくれました。今日は宴会に招待してくれました。当然のことです。今の呂布将軍は時代の英雄です。その名前は国中に轟いています。あ、それほどはありませんよ。どうぞ。では乾杯。娘は呂布将軍を尊敬しております。今宵は琴を披露したいと思っています。はあ、それは楽しみだ。ぜひお聞かせ願いたい。うん、早く呂布将軍に挨拶なさい。娘の世間知らずには困ったものです。どうぞよろしくください。ああ、呂布様いらっしゃいませ。呂布様、娘の朝鮮でございます。ああ、これは これは素晴らしいね。コートの根も美しいが、あなたはもっと美しい。天下無双です。将軍褒め好きです。さあ将軍にお酒を。娘よ、そんなに恥ずかしがらなくてもいい。将軍かい。あ、大丈夫です、大丈夫です。うん。王院様、お嬢様とても綺麗ですね。おいくつですか？娘は18歳です。まだ結婚していません。将軍がお気に召したなら、将軍に差し上げますよ。あ。お父様、ありがたき幸せです。ははは。では将軍。
すぐ嫁入り道具を用意して、良い日に娘を将軍の家へ参らせます。ありがとうございます。あ、将軍、私は少し酔いました。先に休みます。あとは娘がお相手をします。お父さんはもう私たちのことを認めてくれたのだからそう難しがらなくてもよい。うん？この香りをなんだ？僕が見てください。僕のことをお伝えしています。この心は証拠のために使ったものです。この香りはとても新鮮だ。こんな香りは初めてだ。これは一体何の香りだろう？これはハロの梨の花を集めて干したものです。あなたがこんなに美しいとも思われなかった。子供上手だし、他の人、女より部下近い。両夫はあなたを手に入れることができて、そのに幸せです。将軍の愛を得ることができれば、私の生涯は価値があります。あ、うん。私もあなたと一緒一緒にいたい。これは私が持っている逆杯です。今はこれを約束の印として送ります。ぜひ受け取ってください。さあ。ははは、その時こそあなたを必ず迎えに来よう。将軍、総将軍の父親は上州で当家に殺害されました。家族40人もすべて。将軍大丈夫ですか？将軍、将軍。使徒からの手紙によると、彼に董卓と両夫の考えを明かされる暴力を企てています。時間がない。父の仇を討たねばならん。軍将軍が兵を派遣し、動向を伺えば董卓を取り除くことができ、上限を制かできます。このようなチャンスに童話とはありませんと。将軍、加工園3000人に軍隊を授ける。範疇に出兵を命じ、機会を見つけて出動せよ。うん、そうそうか、また失敗してきたな、我が息子よ。再び手柄を出てる機会が来たぞ。すぐに軍隊を連れて出陣し、彼らを殺してくれ。はい、かしこまりました。首藤様、凱旋の日まで落ちまでください。その時こそいよいよお嬢様との結婚の時です。